皆さん男性諸君気をつけていただきたいのが、あの本気で離婚を考えた時にはね、今まで文句を言ってた妻が文句をピタッと言わなくなる。不倫解決のコツは笑うこと。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日もですね、不倫をされている奥様旦那様向けの動画を作っていきたいと思います。ということで今日は、妻が1年以上不倫をするとやばい理由ということで、ね、のんきにね、うちの妻は絶対そんなことやらないって言って、うちの妻なんてもうね、ほんとね、うちの妻とそういうことやる人がいたら俺も見てみたいぜとか言ってる、そういうのんきな旦那さんに向けて動画をね作っていきたいと思います。でなぜかというと、もうね本当に多いんですよ。たまりがね結構ありましたけど、本当に多いんですよ、不倫をしている妻が。私いつもね、私のチャンネルではダブル不倫が多いですよ、多いですよ、皆さん気をつけてねと、本当に多いですよ、気をつけてねと言ってるにもかかわらず、さっきも言ったようにね、俺の妻はそんなことしねえしとか、あんな妻とね、誰がセックス、あのデブでお尻も垂れてるし、ああいう物好きとするやつがおったら俺が見てみたいぜみたいな、なんならあげるぜみたいなことを言ってる、そういう旦那さんに向けて、マジでね、本当にあなたの奥さんもしかしたら不倫してるかもしれませんよと。まあ本気の不倫じゃないにしても、お互いダブル不倫で、そのね、下半身の欲求だけを満たすような関係になってるかもしれませんよと。でね、妻の不倫というのはいつもこれも言ってるんですけど、もう覚えてください、あのいつも言ってるんですけど、妻の不倫というのは男の不倫とは違うんですよ。だからこの動画を見てくださってる、旦那さんの諸君、まあ夫さんたちねっていうのは、俺と妻は同じ、俺の不倫の気持ちでちょっとやってただけとか、そういう気持ちで妻の不倫を考えてほしくないんですね。なぜならリスクがものすごくありすぎるから、とにかくやばい。でそのとにかくやばい理由というのを今日は3つ、このやばい順にねお伝えしていこうと思います。で特に一番最後がやばいので、もうのんきにね自分の奥さんありえないからと思ってる旦那さんというのは真剣に見てください。はい、ということで、不倫妻の厄介なところトップ3なんですけども、まずは3位からやってお伝えしていきたいと思います。まず3位は家事の手抜きが多くなるっていうことなんですよ。うん、私も仕事を持ってて、この仕事の合間にカウンセリング、ああそれはこうしたらいいですよって言った合間に、あちょっとあと1時間あるから買い物行ってこうって買い物行ったりとかして帰ってきたりとかするんですよね。まあまず第3位っていうのは、その家事の手抜きが多くなるってことなんで、さっきも言いましたけど、うん、でこのね、食事が手抜きになってくると、まあ、手抜きってどの程度かっていうと、最初は、まあ、お惣菜が入ってきますよね、もちろんね、お惣菜が入ってくる。でお惣菜に罪悪感を感じなくなったら、今度はお弁当になるんですよ。まあ、うちのは今お弁当のラインですので、やばいですね昨日の晩ご飯お弁当でした、すいませんはい、お弁当がなくなったら今度は、旦那さんに今日ご飯ないから適当に食べてきてって言って自分だけ食べる。でそういう風になってくると、旦那さんに対して気持ちが入ってない、行ってないんですね。じゃあ行ってないっていうことはどこに行ってるかっていうと、別の男性の下半身に気持ちが行ってたりするんですよ。うん、食事を作らなくなったら、これまあ同時進行がちょっと遅れてですけども、お掃除が手抜きになります。でお掃除をしなくなるんですよね。で私たち女性っていうのはやっぱり、まあ、男性に比べたらね、細かいところに気がつくし、細かいところをちゃんとしたいっていう意識がね、まあ、マルチタスクですから、女性っていうものはね、すごく気持ちがあるので、私もほこり、まあ、神経質なんでほこりとかすごい気になるので、毎日毎日朝掃除してるんですけども、そういうのが家に対する神経が全くなくなる、もう無神経になっていくんですね。まず無神経になるところっていうのがリビングだったりするんですよね。うん、でまあ食事に関してもそうだけど、やっぱり誰かに美味しいと言ってもらいたい、私たち女性はね。で誰かに美味しいって言ってもらうだけでも、まあ作りがいが、まあ一生懸命やったけど、じゃ作りがいがあるなと思うんだけども、それさえも求めなくなってくるんですよね。妻がね不倫にどっぷりとハマっていってしまった時には、まあまずこの手抜き、家事の手抜き、お食事の手抜き、そしてお掃除の手抜きっていうものがあります。はい、次2番目、2位はですね、夫をお物のように扱うってことなんですよね。
はい、夫以外の男性とだから外で不倫をしてたりとかするとその男性とまあ言うたらこうねバッコンバッコンってやってるわけですから 女性ってねその他の男性とそういうことをやればやるほど最初はね最初は自分の性欲だけ満たすためにやってるんだけども女性ってね1回2回3回4回ってなってくるとだんだんその男性を独占したくなるっていうのはこれ女性なんですよ。まあ2回3回重ねていくとあの人何してるのかしら妻のことを悪口言ってたけど本当はそうじゃないのかなとか言ってその男性の妻のインスタを探したりとかまあフェイスブック探したりとかまあ男性の家の近くにいてうろうろしたりとかねいうことがあります。だからもう心が家にないんですよ。子供さえ心がなくなるんですね。だから自分のね分身である子供にさえ自分の気持ちが全然入っていかないのでだから夫は他人ですからね夫のこともお物のように、感じてしまう。でまあこれはねまあ一説こういう一説があるんですが、まあ、私たちね女性というものは、まあ、男性よりも鼻が利くって言われてるんですね。なので男性がやっぱり40超えてくるとどうしてもあの匂いするんですよ。加齢臭ね、はい、加齢臭が最初自分の気持ちが夫にある時にはそんなに思わないんだけども夫以外のところに自分の気持ちが行った時にはもう今まで全然平気だった夫の枕とか夫の下着とか夫の靴下とかいうものもなんかもううわっというぐらいこう臭く感じるっていうことがまあ生理的にあるんですよね。でまあ体臭だけだったらまだしも口臭とか、うん、あと生活態度とかね今までは許せてた例えば玄関で靴がぐちゃぐちゃになってたりとかねおトイレに行ったらなんかワンポイントツーポイント落としてたものを今までだったらもう本当怒りにしてよって思って拭いてたのがその自分の気持ちが他にあるからなんで私がこんなあんたのチッコ拭かないといけないのよみたいなね。まあ私もねちょっと神経質なんでたまにそういうことはあるんで今は旦那さんのトイレとうちのトイレ別に私たち女子のトイレはね別にしてるんですけども、まあ、昔はそうやって起こったことがあります。まあ神経質なんでね、まあ、匂いに敏感になって夫の匂いが受け付けられなくなるっていうことがあるんですよね。でその結果夫のことをお物のように本当にお物のように見えてしまうということになります。はい、こうなったらもう生理的に無理ってことになるんですよ。で生理的に無理と思ったらもう家から出ていきたいっていう気持ちになってくるっていうことを覚えておいてくださいね旦那さんたち。一番やばい地位は、不倫期間が1年を超えると離婚率が上がります。もう一回言います。不倫期間が1年を超えると妻が離婚をする、本気の離婚ね、本気の離婚をする、それを離婚率がね上がります。妻不倫っていうのはやっぱりねダブル不倫なので相手が既婚者だったりするんですね。まあ大体この不倫妻不倫で一番多いのは40超えた女性なんですけども40から50の間が一番多いんですが、まあ、40を超えた女性がね年下の20代と不倫をするってこれまあないんですよ。だから、不倫夫さんだったらあるじゃないですか、ね、45歳の夫さんと20いくつの女性と不倫をしてて、まあこれはよくあるあるだったりしますよね。でも40過ぎた、まあ、中年のおばちゃんと、20代の若い男が、まあ、不倫をしてるっていうのは、まあ、これは超絶珍しいパターンだと思うんですね。だから、まあ、大体40代のその妻が不倫をしている、まあ、50代の妻が不倫をしている相手っていうのは、まあ、大体既婚者が多いんですよね。うん。で、まあ、既婚者が多いということは、まあ、向こうも自分が不倫をしている、正当性を、まあ、自分でね、財産感謝くないから、その不倫をしている同士で、俺の妻もね、こんなんなんだよなと、あいつをほんまふざけてるよと言いますよね。で、こっちの不倫妻の方もいや私の旦那もね私のこと全然女として見てくれないのよ、私もねもう10年以上セックスをしてないんですという話になると、それはひどいな君みたいな魅力的な女性、全然魅力的なんか思ってないんですよ、ただやりたいだけですからね他の女と、あなたの旦那さんってどんな神経なんだろうねとか
言うんですよ。でそこで、まあ、お互いのこの悪口をこう言い合って、まあ、そこで共通点できますよね。で共通点できたら、まあ、こうやがて面倒くさいことになるんですけども、その面倒くさいことっていうのが、私たちって魂がつながってるのかもしれない、いやもしかしたら魂が2つに分かれて、なんかツインでなのかもしれない、これって私たちってみたいないうことになるっていうことがあります。まあもちろん男性の方は本気じゃないんですよ。本気じゃないんだけど、そういうこう変なことを言い出した、まあそういうね、やるだけの女性が話を合わすと、妻以外に、まあ風俗ってお金もかかりますから、まあ妻以外にもうセックスができる相手として、まあ話したくないのでね、話を合わすんですよ。話を合わすと、この不倫妻っていうものは、そうなんだっていう風に変わるっていうことなんですよ。そして、なんか本気になった不倫妻っていうのは、そのね、不倫男の言葉を真に受けて、私もう出ていく、もうあの人とはもう無理、もう私あの人の空気も一緒に吸いたくない、あの人が出した二酸化炭素も吸いたくないのっていう風になって、まあ離婚を先にするっていうことが、まあまず家から飛び出しますけど、いうことがあります。うん、妻がね、その、まあ、離婚をするときっていうのは、これ本当にね、皆さん男性諸君気をつけていただきたいのが、本気で離婚を考えたときにはね、今まで文句を言ってた妻が文句をピタッと言わなくなる。これ第一段階。ピタッと言わなくなる。そして旦那さんに対して、自分のね、浮気とかそういうものを疑われたくないから、まあなんか今まで汚くなってたのをきれいにし出す。うん、きれいにし出す。そして家の財産とかを、まあ、こう税金額にかからないように、旦那さんに、財産分与をね、なんか持っていかれないように、なるべく家の財産を減らすためにお金を移す。そして自分に有利になるような離婚っていうものをこじつけて離婚をする。何もしてない夫さんが悪いようにする。こういうことが本当に起こってます。はい、私は不倫をされてる旦那さんのカウンセリングっていうのを受けてるんですけども、そのまあされ夫さんからね、いろんなお話を聞くんですが、本当にひどいことをやる妻っていうのがいます。それがもう生理的に無理になった旦那さんへの仕打ちだったりするので、本当に本当に何回も言いますけど、俺の妻だけはそんなことありえないということは絶対にありませんから、気をつけてくださいね。はい、ということで今日は、妻がね1年以上不倫をするとやばい理由ということで3つお伝えしました。まず3位、家事の手抜きが多くなる。で2位が夫をお物のように扱う。で1位が、不倫期間を1年を超えると離婚率が劇的に上がるということでした。はい、ということで、まあ今ね現在妻の不倫に気がついてる人、気がついたかな、なんかおかしいなと思ってる人、でも俺の妻は大丈夫だろうなって思ってる人、なんか心当たりがあればコメント欄に書き込んでみてください。その皆さんの思い当たるものが、今妻に不倫をされてる、あれって思ってる人たちのためになりますからね。まあ本当に日本っていうのは離婚率がどん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 上がってますから、それを減らさないと子供たちが、大事な子供たちがね、本当に不幸になるということにつながっていくかと思います。はい、ということで今日の動画を見てよかったなと思ったらグッドボタン、そしてまた川村陽子さんのチャンネルを見てみたいなと思ったらチャンネル登録とベル通知をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。